君たち船長についてきてください。出航。はい、こんにちは、こんばんは、矢作睦月です。今回なんですけれども、サンタギフトコンテナから入手した艦艇たちを紹介していく、ドイツのティア8戦艦アンハルトさんを紹介したいと思います。さて、このアンハルトさんですが、主砲口径はちょっと小さい350ミリですが、3連装砲になっており、さらに5機砲塔があるので15もあります。ドイツ戦艦といえば主砲口径が少々小さい、そのため再装填時間が短いというのが特徴なんですが、アンハルトさん15門もあるおかげで再装填時間が30秒になっております。まあ15門30秒、やっぱりそうなっちゃいますよね。射程は 21.1 キロ、最大散布回は271メートルになってます。ですので広い散布回、砲弾数の多さでカバーして無理やり当てる、そんな感じですかね。そして最大射程で着弾まで何秒ぐらいかかるのか、どれぐらい時間がかかるのか測定しましたところ、およそ15秒、正しくは 14.8 秒ぐらいですね。これはちょっと遅いですね。そして10キロあたりの距離、その時にかかる着弾タイムが5秒80、まあ悪くはないんですが、やっぱり遠くに行くほど砲弾の速度は落ちていってるようです。砲弾が遅いということは貫通力が低くなる、350ミリですし、18キロより先の戦艦はちょっと抜けないんじゃないかな。防火貫通厳しいような気がします。巡洋艦ならまだ抜けるでしょうが、戦艦は厳しいだろうな。 HE の貫通力は88ミリあるから、それでゴリ押すのが良さそうですね。さて、お次は魚雷を見ていきましょう。アンハルトさんの魚雷はなんじゃこれ、ちょ、マジか。単装魚雷で配置がえぐいなって思ってたけど、まあ社会そうなるか。これは使えんな。単装魚雷だからすれ違いに使うぐらいしかないだろうなって思ってたけど、これはダメだわ。すれ違いでもかなり厳しいな。うん、すれ違い至近距離での戦力にはちょっと数えにくいね。威力は2633あるんだけれども、射程はいつもの6キロ。正直使えねえな。期待しちゃいかん。うん、見なかったことにしよう。ということで副砲、副砲は優秀です。優秀なんですけれども、ちょっとね、数が少ない。105ミリ連装砲が片弦3機しかない。そして150ミリは単装砲で片弦4門。これがちょっといただけない。通常射程はドイツらしく 7.6 キロ。最大まで伸ばせば 11.5 キロまで伸びるんですけれども、数が少ない。ちょっと、複砲特化にするメリットが低いな。それだったら散布回まだ
難しいな。そんなアンハルトさんの立ち回りですが、ちょっとこれを見てほしい。アンハルトの装甲です。この赤い部分、赤い部分が実は200ミリの厚さがあって、ぶっちゃけお前どこのソ連艦やねんっていう。ビスマルクやブランデンブルグに比べるとかなり高い防御力を誇っております。そして面白いことに、第3、第4、第5砲塔は艦橋より後ろにありまして、監視部分よりも艦尾方面の方が200ミリの装甲体が長いんですよね。もうこの構造を見たからにはアンハルトさん、敵にお尻を向けて3番砲塔から5番砲塔を使っての敵に尻向けて戦うべきだろうなんて思ってしまいます。隠蔽はまあ普通じゃね、対空はちょっと低いかな、そして機動性はちょっとどころか結構残念。旗付きで 26.3 ノットはダメでしょう。矢作睦月の個人的見解で、このアンハルトさんを他人に勧めるかどうかの評価で言うと、アンハルトを買うぐらいならティルピッツ買え、ティルピッツの方が絶対いい、ティルピッツ買っときゃ間違いない、アンハルトは趣味人が乗る船だってなところですかね。敵に尻向けてイモりたいんだったらアンハルトの方がいいかな。細長いし、うん、尻向けた防御姿勢で撃ち続ける。で、側舷は島かな、そのあたりに引っ掛けてさ、でポンポン撃ってりゃまあいいんじゃね。そこそこ稼げると思うよ。もちろん使うのは HE で、横向けてる巡洋艦に対してだけ AP 使うって感じかな。あー、なんかこれ嫌な予感するな。めっちゃ並んどるし、これ大丈夫か。私が突出した形になってるな。まだ勝てる、まだ勝てる、まだ勝てる。とはいえ引くに引けんし、駆逐当たれよ。はいはいはい、煮たげでおるか。燃えた、まずいな。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、これ一気に削られる感じか。痛くない。強そうなのが見えますね。うん、一気に削られるな。見えない、撃てない。困ったな。これフルボッコされるやつやんね。出てきた。とりあえず手法をぶっぱなして、これで一安心。あー、打ち負けるな。これ一体魚雷、あー、なんだこれ。あ、一本だが。ミスったー。これ沈みますね。燃えてる、船が燃えてる。ボタンは早く消して消して。はい、そろそろ沈みます。意外と持たんな。それとやっぱり魚雷は当てにできんね。
はい、ポンポン沈んでっとります。あ、残りは空母、一応フルヘルスだけど、そろそろ見つかるね。あ、見つかってるわ。これ AP が飛んできて、これは刺さったかな。わっ、うわっ、ひでえ。船長負けちゃった。あれ防角3枚ぐらい抜かれたんじゃね。一瞬で解けたな。はい、残念ながら負けてしまいました。ドイツ戦艦ということで、ある程度の防御力は期待したんですけれども、ダメでしたね。けど主砲 HE はね、面白い。結構燃えるね、当たる、そんな感じでしたね。なので燃やしまくりたい人にはありかな。ただお金を払って買うほどではないと思います。それでは今回の動画はここまでです。もしよければコメントや高評価並びにチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。最後までのご視聴ありがとうございました。